皆さんこんばんは。今日はどんな一日でしたか。私はですね、今日は朝道議会行きましたね。そして打ち合わせ、そして打ち合わせで、昼ですね、来客ありましたね。今回総裁選の関係で茂木さんの支援者で全国各地回られているということでありましたので、私たちの仲間でですね、その茂木さんに対することの話を聞いたりですね、活動内容を聞かせていただきました。本当にですね、あの支援者のお人柄が良くて、今の本人のですね、まあ、そういったあのつながりだったりとか人柄も分かるような機会で、本当に人の思いっていうのはつながってるんだなっていうことが本当に感じさせられたひとときでありました。自分に置き換えて考えるとどうなのかなっていうふうに思います。日頃私は本当に多くの人に支えられて今いますけども、私も人の応援をどこまでできる人なのかなっていうこともまあ考えさせられたひとときでもありました。自民党の総裁選告示始まりましたけども、私はですね、やっぱりこの北海道地域地方田舎のためにいろんな政策を考えていただける方にですね、なっていただけたらなっていうふうな思いでいます。そしてまた夕方まで打ち合わせでありました。明日は自民党の代表質問であります。ぜひ皆さんホームページでも中継ありますので、ぜひ見てくださいね。それでは明日もいい一日でありますように。